はい、速稼塾の久保でございます。4月から45万円の一括全納ということになりますけども、速稼塾ってのはそれでもですね、やっていけるんですね。なんと言いますかね、まあ吉谷さんの言われることは本当もっともだなと思うんですよ。でついつい納得しそうになるんですけども、そういうのを織り込み済みで3年前からこの形を取ってきたわけですね。だから3年間やってみて、その3年目のね、2017年ですかね、2017年って私チャンネル登録者数って吉谷さんが今3010人だったと思いますけど、それよりも少なかったんですよね。だからその時は吉谷さんと同じようなね、少ない視聴者さんに対するセールスという手法が、まあ、私のやり方としてそれしかなかったんですけども、まあ、今ねこの2年間3年間で、まあ、1万人に迫る大体9500人ぐらいになった時に、大きくまあ、ファンを増やした時には、まあね、幅広く皆さんからね、ご縁をいただくということで、価格設定とかね、それから入塾条件っていうのはぐっと下げたわけですよね。で下げた上で今回また上がるということなんですけども、それは困難だろうと、難しいだろうと、で吉谷さんと言われる通りなんですけど、それを予測してね前回の動画上げてるんですよ。しかもその前回の動画っていうのは3年前やることを決めてたわけなんですよね。3年前にぐっと高まっていって3万円路線をやった後、その後ですね、1万人前後になると今度は私10万人を狙うわけですから、10万人を狙うってことはどういうことかっていうと、まあ、私のね第一目標が YouTube のチャンネル登録者数を増やしたりとかね、再生数に挑戦するってことになりますけども、どちらかというとチャンネル登録者数ですね。で今私が1万人から10万人っていうのは、おそらく今ねチャンネル登録者数が100人もいない人とか100人前後の人から比べると1000人に向かうぐらいの難しさがあると思うんですよ。まあ、ですんでね、私はあえて自分のハードルをいろんな意味で高めていってですね、それを突破するということに挑戦するのが、まあ、私の見せる姿だなと思ってるんですよ。で、何点かねまとめていうことがあるとしたら、まずはね、目の前のライバルが気になるうちはまだ勝負になっていないっていう風なね、こんなメッセージがありましてね、これはなかなかいい概念だなと思いました。目の前のライバル、この人に勝ちたいと思ってるうちはまだ勝負になり、なってないっていうことだったんですよね。私もね、吉谷さんをライバルとして意識するところがあったところは否めないんですけども、やっぱり自分の中に住む安定へのね憧れとかね、それから甘さとかの勝負をしていかないといけないなと思ったんですよ。ですから多分こういう方法はうまくいかないだろうなみたいなのをやるとかね、自分の最善の方法、そういうのをね持ってして最善の方向に向かうのも もちろんそうなんですけども、困難な状況に陥ったらどうするかなっていうのは、私リスクヘッジをいつも気にかけていたんですけども、あえて自分で困難な状況に飛び込んでそれを突破する姿をね見せていくっていうことも、まあ自分にとっても、それから今までね速稼塾についてきてくださった方、例えば1000名以上の方が今速稼塾に入ってるんですけども、いや久保さんのやり方だったらそれは売れるよと、でもそんなね余裕がないんですよ、だって物を売らないといけない時にそんな30連のとかできないですよっていうね、そんなお気持ちの方が1000人の中にいるとしたら、確かにね購入するときは嬉しいんだけども、販売するときはいやその手法はいきなり取れませんよってなるわけですよね。あ、だったら分かりましたと、今はねその1000人の塾生さんにこの方法を見せましょうってことなんですよ。いや私はもう本当にね安定した地位というほどのではないですけども、結構売らなくてもいいところに来たということを、お話ししたんですけども、でもですねやらなくてもいいのにやってみることによってそれができるってことを見せていった方がいいかなと思うんですよね。で、なんて言いますかね、これはねまとめるとねこういうフレーズになっていくんですよ。自分のステージを基準にするんではなく、できない人に寄り添っていくってことです。で私がねコンサルがなんでね不具合だなと感じてるか、コンサルってものにものすごく違和感があるかっていうと、コンサルの概念はみんなそれぞれ違うんで仕方がないんですけども、コンサルをする人って常にね自分のできてるところからものを言ってるんで響かないんですよ。そうではなくて、できないところに寄り添わないといけないんですよね。例えばチャンネル登録が100人ですと、なかなか時間がないと、なかなかアイデアがないと、だからなかなか動けないっていうところに、例えばねいやいやあなたはマインドができてないんですよとかね、時間は何とかして作りましょうよっていうふうにしても、これはね責められてるだけであって、どんどん萎縮してしまいには一定の塾に入ったんだけども気まずさからどんどん足を遠のいてしまうというね、離脱をすごくね誘うところが多いんですよね。じゃなければ塾に参加してほとんどの人が結果が出ずに、たった一部の人、たった1割とかね、よくて2割ぐらいの人しかうまくいかないって現象は私は起きないと分析してるんですよ。やっぱりその
学習塾とは違いますからね。学習塾っていうのはもともと定員があるところにこれ頑張れって言って合格率が 20% とか 30% っていうのを誇るわけですよね。でそれは生徒さんも覚悟してるんですよ。でもことビジネスって誰かとの競争の面はありますけども、はっきり言ってね、マーケットが無限にあるインターネットビジネスに関しましては定員がないという発想なんですよ。もう100人いたら100人が利益を取れるということなんですよね。そしてビジネスってのはまさに100人いても全員が利益を取れるような形で誘導していかなければならないんですよ。例えばここにカレー屋がありました。カレー屋を出しましょうっていうふうにフランチャイズやるとカレー屋同士で潰し合うんですよね。最近コンビニの問題がありますけども、コンビニエンスストアをドミナント出店で同じ地区にいろんな会社が出せばそれはどっかがね売れなくなりますよ。でもコンビニをブワーッとね出すんだけども、ライバル会社がコンビニではなくて携帯電話の通信代とかキャリアを売ってたらどうですかと被らないじゃないですか。そういうふうにしてマーケットが同じ、ね、エリアに違う業種で出していくことによってうまくいくんですよ。でも多くのビジネスマンって何かが流行ったらそこに集中するんですよね。そして使い古したノウハウを人に売っていくってことなんですよ、だからそこはコンサルではないだろうと、できない人に寄り添ってできない人がどうやったらねそのできないを一歩ずつ突破できるのかっていう、個別指導があるから高額だと思うのに、ポータルサイトをボカンと与えといてで勝手に見てやってくださいとかね、それから質問があったら答えますみたいなことになってるんですけども、そもそも質問がある前にあなたはこういうところがお困りでしょうっていうふうに先回りしてね寄り添っていくのがコンサルティングなのかなと、まさに構築していくっていうことなのかなと思うんですけども、どうもねそうはなっていないんではないかなと思うんですよ。コンサルっていうのがね、なんか私はねその概念ではないのかなというところがありますね。3つ目のポイントなんですけども、やっぱあえてね困難に挑戦する姿を見せていかないといけないかなと、で、まあ、吉田さんはね、やっぱりきついきついと言いながらも、結局結果を出している、それは立派なんですよ。でも多くの方はきついきついと言いながら結果が出ないところに悲しさがあるんですよね、だから自分ができてるからどうだっていう風になっていくんではなくて、自分はたまたまうまくいってるんだけども、でもあなたの部分はここから順番に改善しないとなかなかね結果が出ないよと、もしくはもうある時はねあなたはできないんでこの道は選ばない方がいいと、だから退場した方がいいですよっていうふうにねお勧めするのもコンサルティングっていうものなのかなと思いますけども、どちらかというと目的にね諦めずに進めるということでしかないのかなと、諦めずに行くっていうのは果たしていいのかなと、ある一定のレベルで諦めて別の道をね進んだ方が見えてくるんじゃないかなってところもあるんですよ。例えばね、私は43歳の時にプロボクサーになろうとしたんですけども、でトレーニングも続けてたんですよ。でもね自分のパーソナルトレーナーに、いやボクシングの年齢上限ありますよって一言言われて、あじゃあ諦めて別の道行こうかなと思ったわけなんですよ。この諦めっていうのはすごく大事なんだなと思うんですよ。諦めることによって次に可能性のあるものに取り組むことができるんですよね。でも可能性の薄いものに焚き付けられながら頑張ってしまうと、それこそね一生棒に振ることにもなりませんので、なりかねませんのでね、私はそういうところも今回ね見れると思うんですよ。さあそれでねまとめになりますけども、速稼塾4月1日から45万になると言いましたけども、でもね3月までは別に今までと一緒なんですよ。ですから私の視聴者さんが、迷ってるようでしたら、それはねそれなりに3月までに入っていこうかなっていうことにもなると思いますし、もしくはね私は別に4月1日から45万にしますよって言っても、ちょっとね3月の半ばぐらいになってちょっとどうしようかなと、やっぱり有料やめますわってことを別にできるわけですよ。だからどっちでもいいっていうののね強みはここにあるわけなんですよ。でもやっぱね私は今までのこのね、奇跡っていうかねやり方を見ていると、価格設定をしようがしまいが、価格を上げようが下げようが、やっぱりね自分のミッションとしては価格以上の価値を打ち出していけばいいことなのかなと思うんですよ。で私はね価格以上の価値を打ち出すときに30年ローンとか頭金3万みたいな発想を入れましたんで、これは価格以上の価値を出してるんではないかなっていうところなんですよね。でそれによって多くの方が参加してくださいました。もう一気にね年間で500人とか入ってくれるわけですから、それはすごいなと私は思うわけなんですよ。でもう一つね、多分これね6月とか7月とかに分かることなんですけども、私がこの塾生さん1000人っていうのはねずっとこの動画の方で申し上げれば
行きました。途中ではね500人になりましたみたいな途中経過もあったんですけども、結局1000人を超えた時からもうカウントするのやめて、まあ、1000人以上いますとかね、世界で14カ国以上ですと47都道府県にいますみたいな、このコピーとかね、それから私が47都道府県に回って実際に視聴者さん熟成さんに400人以上にお会いして100人以上を私の家に招いてきたってことを、このエピソードを動画とともにずっと送ったこの3年間だったんですけども、じゃあね45万になった時にその時に新しく私の動画を見て速稼塾ってのを参加した方がどう思うかってことなんですよ。この45万のプログラム1000人以上参加してるのかって思ったらどうですかね。まあわざわざその時にね、昔はこうだったんだよって私の方から言いませんけども、いろいろ動画を漁っていくと分かると思うんですけども、やっぱりねビジネスって千変万化するなっていうことが分かると思うんですよ。いろんな形で変わっていくと。そして私は隠居っていうね、形を取ってましたけども、その隠居ですらブランディングになるということなんですよね。誰も取っていない道を進むからこそ誰もが取りこぼしているそのご縁に出会えるとかね。でみんながビジネスやりだしたらやっぱりビジネスの中での過当競争になっていくんですよ。しかもその中で教えてることってほとんど一緒なんですよね。なんかビジネスって言えばね、アフィリエイトがあって転売があってなんかブックメーカーがあってとか、もうなんかワンパターンなんですよね。結局ワンパターンなんでお客さん迷うと。でもここでしか学べないものがある、どんな、ね、ビジネスのノウハウのコースにもないものがあるっていうところが、まあ、私の強みでもあるかなと。その一つがチャンネル登録者数1万人の YouTube で紹介されるっていうことなんですよね。まあ、これに対してもね、いろいろと誘惑がありまして、私がチャンネル登録者数を8000人超えた時に人の紹介をよくするようになったんですよ。これは何でかっていうと、自分だけが儲けて終わりってことじゃなくて、多くの方が媒体がなくて苦労してるんですよね。で媒体がなくて苦労してるところに、じゃあ私の媒体使ってあなたを紹介しますってことを繰り返していくと、少なくともチャンネル登録が何十人とか何百人の方っていうのは、そのチャンネル登録者数の数を増やすことができるんですよね。そして私には提供できていないそのコンテンツに巡り合えるってことができるわけですよ。これは私の強みとして他の人に真似できないところがこれからも残るってことなんですよ。結局チャンネル登録3000人5000人の人ではできないような価値が私にあるわけなんですよね。ただこれにはデメリットもあるんですよ。なぜかというと、チャンネル登録者数の少ない人っていうのは多い人に紹介してもらうとそれは増える可能性があるから得なんですけども、多い人が少ない人を紹介するっていうのはいいこと全くないんですよ。まさにね、チャンネル登録が多いってことは私の発信がね、1万人の方が好きで見てくれてるんですよ。でも私がせっかく見てくれてるのに他の人を紹介するとその人たちは退場するんですよね。あれ久保さんなんか人の紹介ばっかりしてるから久保さんの話聞きたかったのにもう全然聞けなくなってきた、チャンネル登録もいいやってなるわけですよ。だから私にとってはものすごいデメリットなんですよ。これはね、メールマガジンをやってた当時にも言えるんですけども、そのオプトインアフィリエイトっていうのをやればやるほどリストがどんどんね流出して死んでいくんですよ。それと同じことが YouTube にも言えて、 YouTube のチャンネル登録者数の多い人が少ない人を紹介するといいことは全くないんですよ。特に無料でやることに対してはものすごくダメージなんですよね。それは私だからこそ予測できて、私だからこそその予測したものにあえて挑戦してきて今に至るわけですけども、今度ね、チャンネル登録者数の方をじゃあ無制限に紹介するんではなくて、紹介をほとんどしないよとかね、速稼塾に入っただけだよと、その中でも動画のクオリティがいい人だけだよっていう風になったら、私のチャンネルからね、チャンネルっていうのはますます強化されていくんではないかなと思うわけなんですよ。まあいろいろと申し上げましたけども、3年前ぐらいからね、考えてきたことを今こういう風にスタートできるのは本当に嬉しい、感無量だなと思います。まあなんせね、3年前私が隠居っていう形でビジネスを辞めてですね、この隠居っていう世界に入ってきて、3年後にこれがまたできるようになるとはね、やっぱ3年間生き残ってきたってことだと思うんですよね。それで私はどんな不利な状況でも与えられた状況の中で手持ちのカードでそこからね最善の結果を出すってことをずっと申し上げてきました。だから今いる状況とかこれから陥る状況っていうのはあんまり関係ないんですよ。だから悪い状況なら悪い状況なりに最善を尽くせばいいですね。いい状況になったらいい状況になった分だけリスクヘッジをすればいいと。ただその割合が変わっていくだけなんで、そういう姿を見せることもこれからできるかなと思ってね、まあワクワクするわけなんですよね。まあこういうふうにして、久保哲郎速稼塾っていうのは、今まで速稼塾でやらなかったこと、手を出していなかったこと、計画はしたけども実行しなかったことをこれからもどんどんやっていくことによってですね、もうあらゆる盲点をなくしていこうかなと思っております。まあ盲点をなくすってことは自分の苦手分野に挑戦していくってことですよね。自分がこれはやったことねえなと、なんでここまで登ってきたのにわざわざここまで自分の力をね落としていくのかなっていうところをやっていくわけですよ。なぜなら私はいつもゼロに戻る覚悟ができてるんですよね。で究極はね、ビジネスに大失敗しても仕方がないかなと、
うん、でお金に見放されてもしょうがないかなと思ってるんですよ。そこまで私は自分にねお金がついて回ることを過信してないと言いますかね、いつでも破綻して失う覚悟もあると。そうなった時に何をすればいいかってことをまたねその中で選んでいけるんじゃないかなと思うんですよね。まあそんな感じで、長くなりましたけども、1月2日今年もね、皆さんそれぞれの持ち場からね、うん、最善を尽くしていきましょう。私もね、いつもいつもいいところでやっていこうかなと思ってないんですよ。うん、まあこの安定は破滅の一歩前ですからね。安定は不安定を乗りこなすっていうのがね、まあ速稼塾の大きな大きなメッセージの一つでございます。それでは失礼します。